nova criatura em ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode ver que o Senhor é um Deus poderoso que mostra esse momento, essa vida sendo passada pelas águas. Eu de novo te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 ヨハネの1章の12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. イエス様を信じたその人には永遠の命が与えられると聖書は約束しています。A Bíblia promete que quem crê em Jesus Cristo receberá a vida eterna.今日はケンジ君、またユート君、ケンジ君とユート君のためにもイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。Hoje, o Kenji e o Yuto vai estar recebendo o batismo. Jesus, ele morreu na cruz pelos dois também. 罪のためにも、病のためにも、孤独のためにも、イエス様が身代わりに十字架にかかってくださったんです。Jesus, ele morreu em nosso lugar ali na cruz pelos nossos pecados, pela nossa solidão, pelas nossas doenças também. だから、これからイエス様をいつもいつも信じて、どんな時もイエス様を信じて生活をすることです。Por isso, independente da situação que estiver, deve viver todos os dias crendo e confiando no Senhor Jesus. 今までの全ての罪が今日許される時。E hoje, será perdoado de todos os pecados de até então. 喧嘩したことある？喧嘩はね、神様喜ぶこと、喜ばないこと？喜ばない。嘘ついたことある？イエス様すべての罪のために身代わりに十字架にかかってくださったんです。今日すべての罪が許されて新しくなる日です。アメン。お祈りします。天の地の神様、あなたの皆をあがめ心から感謝します。今日ここケンジ君、ユート君がバプテスマを受けることができることをありがとうございます。今までの全ての罪をあなたが許し、またイエス様が身代わりになって十字架にかかり、また血を流し肉を裂かれ、またケンジ君、ユート君の罪のために、呪いのために、病のために、孤独のために十字架にかかり、どうぞ本当に勝利し、また蘇られたことを心から感謝いたします。どうぞ二人を祝福し、また神の子供となる特権楽器を与えられることをありがとうございます。どうぞ今日この時にあなたの素晴らしい命に預かり、神のために働く子供となることができるように、神のために人生を使う人生となることができるように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。ね、それではまずお兄ちゃんから、ね、はい、どうぞ。まずじゃあ戦争の後について祈ってください。目を閉じて。イエス様、イエス様、ありがとうございます。イエス様が僕のために十字架にかかり、死なれて葬られ、3日目によみがえられたことを信じます。今までの全ての罪過ちを許してください。今イエス様を心の中にお迎えします。新しく作り変えてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。天の地の神様、ありがとうございます。今ケンジ君の上にあなたの豊かな祝福を与えてくださり、どうぞこの名を信じたその者には神の子供とされる特権が与えられたと、今あなたご自身がバプテスマによって神の子供となる特権を与えてくださることを感謝いたします。今までの全ての罪を許し、清め、新しい命となることができるように、新しい人生を歩むことができるように祝福してください。それで神に用いられることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。手を持って、それで足、あのお尻をついてもらうからね、膝を折って、後ろをお祈りしてから、いい？もらった？それで全部、皮まで全部入るから。ね、足を折ってお尻をついてもらっていい？待って、ちょっと待ってよ。今父子聖霊の御名によって子ケンジ君にバプテスマを授けます。アーメン。膝
下を折ってお尻ついて、そのまま、そのままお尻ついて、そのまま、OK？ ねえ、ありがとうございます。今日イエス様を信じて神様の子供になることができることをありがとうございます。今までの全ての罪過ちを許してください。イエス様が僕のために十字架にかかり死なれて三日目によみがえられたことを信じます。新しい命で満たしてください。僕もイエス様のために働くことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。天の地の神様、ありがとうございます。ここゆうとくんがイエス様に会うバプテスマを受けることができることを感謝いたします。どうぞその信じた通りに今までの全ての罪過ちを許し新しく作り変えてくださるようにどうぞよろしくお願いいたします。その名を信じた者には神の子供とされる特権が与えられた。イエス様が一粒の麦となってこの地上に来てくださり、そのイエス様を信じた時に命が芽生え命が始まることを感謝いたします。新しい命と新しい生活が始まるように助けてください。そして用いられる子供となることができるように祝福してください。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今父子聖霊の御名によって子子ゆうとくんにバプテスマを授けます。アーメン。ハレルヤ。そしてどうか神様が常にゆうとくんのこれからの人生いかなる時にも神様の右手によっていつも守られていますことをよろしくお願いいたします。そして兄弟と共にそして家族も皆神様にいつも向かうことができ、そして神様の恵みをいつもいつも受けていられるようにどうか神様お願いいたします。今日この日も本当に感謝いたします。ありがとうございます。神様の恵みに感謝をし、そしてこれからの人生ゆうとくんとけんじくんの人生において本当に祝福がございますようにお祈りいたします。キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。